スコットランド最長の淡水ロッホである、オーコスコットランドのロッホの例。淡水のネスコと海水のワンロッホリナのいずれもロッホである。スコットランド北部のロッホ、マリー周辺。淡水湖も海水のワンもロッホである。ロケンも見られるが、水域の大きさとの関連性は不明瞭である。ロッホはスコットランドで、 湖や入り江などの水域を指す語で、特に漂食によって刻まれた谷が細長い線上大上の水域となってできた地形を指す語である。山中での淡水の氷河湖と沿岸部での海水の入り江の両方を指す語である。固有名詞としては、人造湖など細長い水域以外にも用いることがあり、スコットランドでは、レイクと呼ばれる湖は、ただ一つしかない。アイルランドでは、 ラフと綴る、ロックとも、スコットランドの国土の全域は、急峻な山系と峡谷が交互に並んでいて、これらの多くは北東から南西方向へ列をなして連なっている。この地形は、もともとはスカンディナビア半島からアイルランド島の北部まで連なっていた山系が、もっぱら最終表記の氷河の移動による侵食作用によって削られてできた。 この最終表記の氷河は勢力が強くグレートブリテントでは南部のごく一部を除いてほぼ全域が氷河に覆われた。そしてその氷食作用は大変強力でスコットランドのほぼ全域に急峻な氷河地形を残した。スコットランドではこうしてできた細長い有事国が北東から南西方向へ何列も伸びている。こうした氷殖国を スコットランドゲール語では、谷の広さによって、ストラス、デール、グレンと呼んでいる。最終表記の当時は、世界的に、現在よりも100メートルほど海水面が低かった。最終表記が終わるとこの海面が上昇した。日本ではこれを、縄文海進と呼ぶが、ヨーロッパでは、フランドル海進と呼ぶ。これによって、氷食国の田部では、海水が侵入し、 北東南西の方角に細長く連なる入江となった。こうした入り江は非常に細長く、しばしば山奥深くまで連なっている。また、氷河が消失し、かつて陸地の上に乗っていた荷重がなくなると同時に、増えた海水が海底への新たな荷重となったことで、陸地がゆっくりと流起を始めた。こうして、入江と切り離された、氷食国の底に淡水が溜まり、 氷跡と,となった。スコットランドゲール語では、このような細長い氷跡や入り江のことを、ロッハホと呼ぶ。現代では、人工的に作られたダム湖にも、ロッホと命名されているものもある。規模の小さいものは、ロッハンという。ただし、ロッハホとロッハンの厳密な使い分けはない。ロッハホは、スコットランド全域に見られ、その総数は、数千カ所以上。 うち主なものだけでも100カ所以上に上る。特に、スコットランドの西側では、内陸深くまで入り込んだイリエや、大小の淡水湖のロッハホが多い。このような、ロッハホは、スコットランドでは、漁業基地や、観光地として利用されている。日本では、ビュルム表記と呼ぶことが多いが、ビュルムは、アルプス山脈に由来する故障で、グレートブリテン島ではこれを、ディベンシアン表記と呼ぶ。 川の水の浸食によって作られた V 字国はオルト・バーンと呼ばれる。スコットランドの中央高原部では1年に5ミリメートルほどの割合で隆起している。スコットランドにはレイクと呼ばれる湖は1箇所しかない。それがレイク・オブ・メンティースである。この湖がレイクと称するようになった理由については諸説あるが、その一説に本来は 湖の周囲の山々を、ライク・オブ・メンティスと呼んでいたのを、ライクを、レイクと混同して広まったものだという。イギリス最大の湖とされることもあるが、実際には北アイルランドの猫の方が大きい。これとは別に、グレンシールがある。ありがとうございます。